こんにちは、上野のアウトドアショップフィット2店長の関です。今回はアメリカのブランドクロームから2024年春夏に新登場したこちらのタレットトランジットパックをご紹介。日常用のバッグも欲しい、出張旅行用にもバッグを買わなきゃ、そんな声に応えるべく一つのバッグで二役こなすのが今回紹介するこちらの商品。普段使うときは20リットル、出張や旅行で使うときは40リットルに拡張が可能。シンプルでスッキリとした見た目と20から40リットルへの拡張性、豊富な収納スペースからビジネスシーンでも活躍できる今季一押しのアイテムです。上野のアウトドアショップフィット2。まずは基本スペックを紹介していきます。デザインは四角い形で余計なものはついていないスッキリとした見た目に、正面には金属製のクロームのロゴもついていて少し高級感もあります。この正面の部分の素材には水の侵入を防いでくれる500デニールターポリンという素材を、他のメインとなる部分にはクロームのバッグでよく使用される耐久力のある1050デニールナイロンという素材を使用していて、作りもかなりしっかりとしています。この正面のジッパー部には止水ジップを使用しているため、先ほどの防水の素材と合わせて正面からの水の侵入は防いでくれます。そしてこのバッグ一番の特徴が容量の拡張性。普段使うときは20リットルとデイユース向けのパックですが、こちらの中央のジッパーをこのように360度開くことで厚みを増すことができます。これにより20リットルから40リットルへと倍の容量にまでアップ。普段使うときはこちらを閉めてスッキリとした見た目に、必要に応じてこのように広げて容量を拡張させることができちゃいます。続いては収納スペースを紹介していきます。まずメインとなる部分はこのように90度ガバッと開く仕様に、こちらにはペンなどをさせるループやジッパー式のポケット、大きめのポケットなど多彩なポケットが搭載されています。反対側にも大きめのポケット付き、こちらはメッシュ生地なので中に入れたものも見えるようになっています。もう一つ中央部のメインとなる部分も街のある大きい収納スペースになっています。こちらには大きめのメッシュポケットが一つついています。こちらのコンパートメントは40リットルに拡張した場合のみジッパーが出現し使用できるようになっています。正面部分にもいろいろなポケットを搭載、上部にはバッグの半分ぐらいまで位置するポケットを、こちらは一番初めに紹介したメインのメッシュポケットと中を共有しています。この他には正面の帯に隠れた形で2つのジッパー式ポケットを搭載、背負った時に上に来るポケットは中にフリース生地が貼られているので電子機器の収納に適しています。こちらの下側にはフリース生地などは貼られていません。背面側にはタブレットや PC を収納できる爪のコンパートメントに、こちらも内部はフリース生地でかなり厚めのパッドも入っているので電子機器を保護してくれます。こちらにはこのタブレットサイズのポケットと縦横どちらからもアクセスできる大きめのポケットがついています。こちらには止水ジップを使用、収納ポケットは以上となりますが、このショルダーストラップにはクロームではおなじみのこのようなループがついているため、クロームのフォンポーチなどアクセサリー類を取り付けることができます。40リットルまで拡張でき、日常使いだけでなく出張や旅行でも活躍できるこのアイテム、容量の拡張性だけでなく他にも役立つ機能もついています。この背面にはキャリーバッグに挿せるループ付きで、たくさん荷物のある時でもキャリーバッグに挿して邪魔になることはありません。
また横持ちができるようにサイドルにハンドルもついています。この際普通ならこのようにショルダーストラップが垂れてしまいますが、こちらには専用のループがついているため、このようにしておけば垂れてショルダーストラップがブラブラと邪魔になることもありません。いかがだったでしょうか。収納ポケットも多彩で、日常使いから出張、旅行まで対応できるクロームの拡張性バッグ、普段使っているバッグから荷物を入れ替えたりせず、そのまま旅行や出張でも使用できるため、忘れ物や手間が少なくなるなどの利点もあります。店頭および概要欄に記載のオンラインストアにて販売しているので、ぜひチェックしてみてください。何か質問等あればお気軽にコメントしてください。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。当店ではメレリやキーン、ノースフェイスやミステリーランチといったさまざまなアウトドアブランドを取り揃えております。商品紹介や新商品の入荷情報などを発信していくので、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。